皆さん、こんにちは。総会便と申します。みんなは私をあだ名でファファと呼んでいます。蒸発皿との中国語と私の名前に似て、真ん中の発が中国語の発音はファという名のであだ名になります。台湾の基隆から来ました。台北よりもっと上のところです。基隆は宮崎駿監督のアニメ映画千と千尋の神隠しのモデルになった場所、九份というところと大変近いですから、もし興味があったら地方のガイドを私に任せます。趣味は音楽鑑賞です。最近フランス語の音楽に興味を持つようになっています。性格は外交的なタイプだと思います。みんなは私のことを人付き合いがいいと言います。どうぞよろしくお願いいたします。